静かに。しばらく黙った。一体どうしたんだ。今すぐにでも死にそうだったくせに、とっくの昔に諦めたのかと思う。やればできるじゃないか。それでいいんだ。要は気合だ。頭の上からさっきの声が聞こえてきました。ささやくような声でしたが、ちょっと怒ってるみたいだったので、私はうつむいたままかすかにうなずきました。意味はあんまりわかりませんでしたけど、私の方がほてっているみたいで恥ずかしかったので、しばらく言う。さあ、アローンよ。もう邪魔は入らぬ。存分に引き裂き食らうがいい。よせ、やめろ、貴様ら。もはや奴には何もできぬ。さあ、始めるのだ。いいだろう、娘、目を閉じている。まるで嵐の前触れみたいに、ゴーゴーと強い危機が吹きつけてきます。はあ、私食べられてしまうんだ。やめろ、やめてくれ、ディアンヌ。兄様の悲鳴がとても遠く聞こえます。死ね。ひときわ強く風の吹く音がしました。貴様、なぜわしを。さあな、手が滑ったかな。でもまあ、お前のような愚か者の血の方が大魔王様の復活を飾るにはふさわしいだろう。そんな理由で。悲劇にはもう飽きたのだよ。お前は悪徳の意味すら知らない愚か者。つまらぬ予言に縛られた臆病な道化に過ぎない。何を言う、この裏切り者が。裏切り者か。それも俺の持つ名前の一つだ。道化者よ。もう一度生まれてきたなら我が軍勢に加わるがいい。その時にはお前にも本当の悪徳とはどういうものであるかを教えてやろう。さらばだ。なんと、ドルーク様が。恐ろしや、恐ろしや。大いなる災厄が、破滅がこの世に解き放たれた。終わりだ。何もかも終わりだ。おかしな具合に指が曲がった。なんだこの脆い体は。素手で一人ほふるだけでも指を痛めてしまうと。復活が早すぎたのですよ。まだ完全ではありません。現在のあなた様のお体は人間とさほど変わりませぬゆえ。あの、アローン様ですか。さあな。やっぱりそうだ、同じ声。俺は何も答えてないだろう。分かってるなら聞くなよ。おい、妹を離せ。なんだ、まだいたのか。妹から離れるんだ。リアンヌ、早くこっちに来い。兄様、どうして。そいつが魔王だからだ。そこの祭司が呼び起こそうとしていた災厄がそいつなんだ。分かってるのか。そいつが全ての元凶なんだ。本当なんですか。まあな、奴がそう言うのならそうなんだろうな。さあ、兄貴の元へ行ってやれ。心配してる。だったら、私
おい魔王、妹に何かしてみろ。この剣に誓って二度と目覚められないように切り刻んでやるからな。言いたいことを言う。妹一人救えなかったガキが。何だと。威勢だけは一人前だな。やるのか。おう、剣を取れ。お前なんかこの右手一本で十分だ。バカにしてんのか。俺はゲール族の石の戦士。真っ当な勝負だったら誰にだって遅れを取るか。なら試してみればいいだろう。だったら私、魔王様のお嫁さんになります。はあ、なんだこの布切れは。よく似合ってます。お揃いですよ。こら、何を巻いてるんだ。それは族長の証、シンクの襟飾り。本気か、こんなやつを。兄ちゃんは認めないぞ。兄様、私決めたんです、絶対そうするって。ダメだダメだ、絶対ダメだこんなやつ。兄様はゲール族の何ですか。もちろん一の戦士だ。じゃあ私は。もちろん俺の大切な妹で次の族長の妻となる一族にとってもかけがえのない予言の巫女だ。だったら私がお嫁さんになりますって言ったアローン様は。それは兄様。それはお前が夫にすると決めたというのなら我らが族長だ。だったら兄様が今していることは。族長に刃を向けるなど言語道断。一の戦士は族長の刃となり盾となり常に絶対服従が起きて。あ、いや、ちょっと待て、早まるな。リアンノ、まだ間に合う、落ち着け。私は落ち着いてます。まあそのなんだ、そんなにこいつが気に入ったんなら、確かになかなか面白い顔してるしな。よし、兄ちゃんがこいつをぶっ殺して星首にしてやろう。それを首飾りにしたらどうだ。おい兄様、それが掟に従う一の戦士の言うことですか。兄ちゃんはお前のことを思ってたな。いいか、こんなうさんくさいやつと一緒になってみろ。不幸になるに決まってる。妹よ、やけになるな。結婚のことはまだ焦らなくったって、兄ちゃんが何とかしてやるから。私はやけになってもないし焦ってもない。分かった、兄ちゃんがお前にぴったりで族長にふさわしいとんでもなく強い噂に聞くエリンの熊男とかアルビオンのイノシシ男とか。嫌です、絶対嫌で。兄様、私アローン様が。なあお前ら、俺の意思ってものはどうでもいいのか。うるさい、関係のない奴は黙ってろ。俺の話じゃないのか。とにかく兄ちゃんは認めないからな。アローン様とのことを許してくれないのなら私、兄様のこと。そんな、小さい頃からいつだって兄様が大好きって言ってくれたのに。兄様が悪いんです。どうしてだ。俺はお前のことを思って。どこで育て方を間違えたんだろう。昔はこんなわがまま言う子じゃなかったのに。とにかくゆっくりと考えよう。大切なことだから5年や10年かけてゆっくりとな。嫌です。そんな。面白いやつだ。つまらん制約に縛られた石頭かと思ったね。なんだ、意外に話のわかるやつじゃないか。まだとても限定されておりますが。十分だ、今は至らぬところばかり目立つが、こいつならいつか分かってくれるだろう。行為。おい、アルサルトやら、そろそろ俺に対する態度を決定しろ。俺と戦うのか、それとも共に戦うのか。は？共に戦う？この俺がお前と？ああ、早く決めろ、さもないと。ほら来たぞ新手が。どうする？
くそ、仕方ない、今だけだぞ。後できっちり話はつけるからな。上等だ。とにかくこいつらを片付けて外へ出るぞ。わかった。Holy crap, that open text is so long and so annoying. Man, I even totally forgot how this game works. I do remember this game, the remake, plays like some sort of XCOM or Fire Emblem, but I'm sure that this version is... This doesn't work like that, so yeah.Goodness, you know what kind of annoys me on the intro? Rhiannon's voice actress is very, very slow. So is Durwak, you know, the priest that got killed? Yeah, he repeats his line basically 3 times. That's freaking annoying. I don't know why they did that. That made the intro unbelievably long. I did not realize that when I first played it before.Let's try out this auto thing. Yeah. Yeah, looks like, yeah, Rhiannon's HP is not so good.
Oh, no more MP. That's not good. Yeah, no items either. Okay. That's not good. Goodness, that took forever and a half, so yeah. Well, literally, it took forever and a half, basically 1 hour and a half for that, so this is gonna be dumb trying to record, so yeah. What I'm gonna do instead is, yeah, I'll just cut it into multiple parts. But anyway, in my opinion, the story in the beginning was pretty good, but the dialogue was dragged out for way too long. So anyway, this is Rider VM, and I hope you're enjoying this playthrough of Tears to Tiara. If you're enjoying this playthrough, you're welcome to press that like button and perhaps even subscribe to my channel. And as always, I hope that I will still see you guys in another video.